東京の皆さん、愛知県のね、整体師が、また、東京にね、お伺いするのに、対してですね、まあ、いろんな話をさせていただく、動画です。で、まあ、一番まあ、私がこう、整体師をやってて、これは皆さんにお伝えしなければいけない、まあ、使命ですかね。本当にこの偶然見つけさせていただいて、偶然調整方法が、まあ、わからさせていただいたような気がするんですけども、まあ、産後のね、まあ、不調の問題、産後うつも本当に今大問題になってますけども、この心の緊張はね、どこから来るかっていうところで、まあ、私が見つけたのが、まあ、人体ってね、関節を保護するため、安定させるための人体が、まあ、緩んでしまって、その緩んでいるものを別の回路では、緊張させて守りなさい。動きすぎてはね、大変なことになってしまうんで、守りなさいという緊張、体の緊張を作る。それは筋肉を固くしたり、もしかしたら切開化という問題もそうかもしれないんですけども、そのことによって、心までね、精神まで緊張を、まあ、強いられる。そこに、まあ、よく言ってるその旦那さんのね、協力だとか、まあいろんなね、赤ちゃんが泣き止まないだとかというのが入ってくるとは思うんですけども、まあ、根本的なものはですね、体の緊張であって、心の緊張であるわけなんですね。まあ、と私は考えるんですけども、その、人体の緩みがね、どうして起こるか。骨盤のね、関節には一杯の靭帯がありまして、で、そのままでは赤ちゃんが出にくい。ということで、妊娠、まあ、後期に、っていうか、ね、こう、だんだん、この、ホルモンで、靭帯を緩めて、赤ちゃんを出やすい状態にして、そして、出産した後、まあ、徐々にこう、締まっていく。まあ、昔の人の言い伝えでいけば、産後の日立ちが悪くなるので、1ヶ月は歩いちゃダメだよ。刺激物、もの見ちゃダメだよ。水をね、触って刺激物をね、こう、触っちゃダメだよ。これは、その締まっていく過程において、その刺激を受けることに対して、脳がですね、こう、誤解を起こしてしまう。で、その靭帯が締まっていく過程がストップして、緩んだ状態のままをキープしてしまう。まあ、これは本当に、まあ、僕は、調整できてみると、本当にこの直さない限り、一生それが続いてしまうんですね。ですから、ずっと筋肉は緊張で、守るための緊張を入れてしまう。それだと、やはり心もですね、当然、うまく保てなくなってしまう。まあそういうケース、本当に、僕の生態では何人も見てきたんで、まあ、そうですね。まあそういうケースもあると思っていただければね、間違いないとは言えないんですけども、まあそんなことで、苦しんでいる人、本当にでも多いと思うんですね。今時の、その出産体系が、まあ欧米のね、筋肉が強い、靭帯の強い人たちをね、こう、見て、同じようにやってしまうというのはやっぱり日本人には合ってないような気がします。そんな靭帯の緩み、じゃあどうしたらいいか。それはね、脳にもう一度フィードバックさせてあげて、まあ調整をする方法を、まあ本当に4年前ぐらいにですね、偶然見つけて、本当にこのことはですね、私が整体師として、まあ役割をこう、役目を受けているような気がします。ですから、まあ、東京だけじゃなくて本当はですね、全国を回ってね、やってみたいなっていうのは、ずっとあるんですけども、まあ、今コロナの時期にですね、まあ、どうしたらいいかっていう考えながら、まあ、コロナの時期ではですね、逆にこう調整した方が、まあ、免疫力も自然治癒力もですね、上がるのではないかというふうにちょっと、まあ、確信に至ったんで、ぜひね、また12月、東京にね、伺います。12月7、8とですね、目黒駅前徒歩、2分のサロンをお借りしてですね、整体をします。まあ本当にこの靭帯の緩みの問題ね、まあ出産以外にも、麻酔の時、そして尻餅をついた時打撲。で、今回分かったのが深い悲しみによってもそういうことが起きるということが、どうも分かりました。ぜひね、お会いできたら嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。